日本九州地方福岡県福岡市博多区岩き町。岩き町は福岡県福岡市博多区の町名。現行の行政地名は岩き町。大半が海岸の埋め立てにより造成された造成地である。町内の福岡国際会議場は隣接する実行本町の福岡国際センター、福岡サンパレスや沖浜町のマリンメッセなどとともに、 コンベンションセンターの大規模な集積地を構成している。また、町内には、公安関係業務の社屋、専門学校、単身者向け共同住宅等も多く存在している。面積は、約17.13ヘクタール。2021年6月末現在の人口は1257人。郵便番号は812-0032。福岡市の都心部とされる。 中央区天神の北側、博多区の北西部で海に近接する地域に位置する。北西で沖浜町と北東で五笠川を介して千代と南東で元広町と南西で築港本町と隣接する。岩木町の西に接して中川が横断し、北部で川口部を形成して博多湾に注いでいる。都市計画に関しては、 福岡市都市計画マスタープランにおいて、岩城町は隣接する、築港本町及び沖浜町と共に、天神周辺、博多駅周辺を核とした一体の地域が都心部として位置づけられている。用途地域は、北東の一部の地域が、準工業地域に指定されているが、これ以外が商業地域に指定されている。また、沖浜町に隣接し、 旧博多林港線維北の地域は、用途地域とは別に、都市計画法及び、港湾法に基づく林港地区にも指定されている。さらに、岩木町の一部に、沖浜町及び筑港本町の各一部を加えた、区域約16.8ヘクタールの地区については、地区計画の区域として、中央不動地区地区計画が定められ、展示場、ホテル、 会議場等のコンベンション関連施設の立地などにより、ウォーターフロントの交流拠点にふさわしい市街地の形成等を図ることが目標とされている。現在の福岡国際会議場周辺以外で、福岡市道岩基町488号線及び500号線以北の区域は、昭和27年以前に海岸の埋め立てにより造成されたと推定されている。その後、 船だまりであった博多線ダめの東側部分について福岡市が1991年5月8日に埋め立て免許の出願同年10月11日に免許の取得及び同年11月8日に埋め立て工事の着手を行い1995年4月6日に埋め立て工事が竣工したその後この埋め立て地には福岡国際会議場が建築された 岩木町の人口の推移を福岡市の住民基本台帳に基づき示す。集計時点は各年9月末現在である。交通に関しては主な公共交通機関としてはバスがある。鉄道は通っていない。最寄りの駅は福岡市交通局が運営する福岡市地下鉄、箱崎線の五福町駅であり、距離は同定で約1 0トルである。 五福町駅付近のバス停から当該地区へ向かうバスの便がある。なお、町内には旧日本国有鉄道の博多臨港線が通っていたが、1985年3月14日に博多港駅から福岡港駅までの区間が廃止され、廃線後の鉄道敷地は岩木町487号線の一部に含まれた、他は駐車場や建築物の敷地形状などに、 わずかな形跡を残すのみとなっている。バスについては、西日本鉄道株式会社が運営するバスが運行しており、次の停留所がある。一部の路線では、BRT も運行されている。旧大浜小通り主な幹線道路は次の通り。福岡国際会議場町内に小中学校は存在しないが、校区については、小学校区 中学校区についてそれぞれ次の学校の校区に属する。隣接する元広町と同様に専門学校が多く、次の学校がある。ありがとうございます。